魚だと思うそうじゃないですか。ということで今回ですねこちら生雑新開封やっていきたいと思います。まあ、今回開封するのはマナチョの草 2021T シャツの東京バージョンのやつですね。僕この生雑新は東京ドーム行って東京ドーム公演参戦してきたので、でまあその T シャツを着てるメンバーの生雑新ってことで欲しいなと、これは行った記念にというか、まあ、欲しいなと思って、まあ、今回ね5セット全部で 1,2,3,4,5 セット買ったんで、これをね開封して東京ドーム T シャツ着るアスカちゃん当てたいなと思います。他にも推しであるタマちゃん、サクちゃん、アヤメン狙って引いていきたいなと、開封していきたいなと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、ということでやっていきたいと思います。まずは1パック目いきましょう。せーの、はい、1枚目はおお、マイチュン来ましたね。卒業セレモニーも行われますけども、マイチュンが1枚目来たということで開けていきましょう。はい、1枚目マイチュン、2枚目ははい、おー、ゆみきちゃん来ましたね、ゆみきちゃん。で、2枚目じゃなくて3枚目が、はい、おー、くろみちゃん。なんかいいね、この T シャツ、みんな同じ T シャツ着てるからね。めちゃめちゃいいですね。で、4枚目いきます。おい、いやー、いくちゃん、いくちゃん来たー。いや、僕、結構いくちゃん当てるんすよね。もういくちゃんがね、今後の生写真、ランダム生写真が入ってないと思うとめちゃめちゃ悲しいですね。じゃあラスト、はい、おー、キーちゃん、キーちゃんも結構引くんですよね、僕生写真で。いいっすね、全身がキーちゃんとイクちゃんで、で、3枚、1,2,3、この3枚が中ですかね、が、マイチュン、ユミキちゃん、クロミちゃん。はい、次2パック目、一番最初は誰だ。おー、やったー、推し来たー、タマちゃん、かわいい、全身、髪型もめちゃくちゃかわいいっすね。よし、じゃあ、はい、1枚目はたまちゃん、やばい、めちゃくちゃ嬉しい、髪切る前っすね。じゃあいきます、2枚目、せーの、はい、おー、真夏さん、いいね、真夏さん、かわいい、めちゃくちゃ。はい、じゃあ次3枚目、せーの、はい、おー、みゆちゃん、いいね、この笑顔がたまらんですね。はい、じゃあ次4枚目、せーの、はい、おー、カズミンか、そうか、カズミンも入ってるのか、まだ。いやー、カズミンいいっすね。めちゃめちゃスタイルいいっすね。足もめっちゃ綺麗だし。はい、じゃあラストっすね。せーの、おい、ヤクボちゃん来ましたね。いいね。ヤクボちゃんも結構当たるんよな、僕らのダメダメのシーンで。はい、ヤクボちゃんの全身という感じで。まあ、今回4枚全身でしたね。引きっていうかな。4枚、たまちゃん、真夏さん、カズミン、ヤクボちゃんで、よりが松尾美優ちゃんでしたね。はい、じゃあ次3パック目、1枚目は、はい、あー、ゆなちゃんかわいい、めちゃくちゃゆなちゃんですね。はい、ということで1枚目ゆなちゃん、2枚目いきましょう、ドン、あー、ゆりちゃんの全身ですね、いいね。はい、じゃあ次3枚目ですね、3枚目のドン、あー、やんちゃん、いいね、この手かわいいですね、めちゃくちゃこうやってますけどもね、めっちゃかわいいですね。はい、じゃあ次4枚目、せーの、はい、あー、かっカッキーの全身引きですね。いや、いいね、カッキーもめちゃめちゃスタイルいいな、みんな。はい、じゃあ次ラストですね、5枚目、せーの、はい、あー、リカちゃんですね。手で、後ろで手組んでるわ、後ろで、めちゃくちゃ可愛いポーズしてますけども。はい、ということで3パック目はゆなちゃん、ゆりちゃん、やんちゃん、カッキー、リカちゃんでした。4パック目、残りも少なくなってきました。頼むよ、アスカちゃん、アスカちゃん頼むよ。1枚目いきます、せーの、はい、あ、でんちゃんっすね。あ、いいね。このポーズたまらんっすね。グーやってますけど。めちゃくちゃいいっすね。はい、ということで1枚目、でんちゃんですね。今回なんか僕、全身引きが多い気がしますね。じゃ、2枚目、せーの、はい。うわー、ひなちま、めちゃくちゃかわいい。ひなちま、次3枚目いきます。せーの、はい。あー、さーちゃんの中ですね。いいね、いいね。次4枚目ですね。いきます。せーの、はい。お、あやティですね。あやティの、よりですね。はいはいはい。で、5枚目いきます。ラスト。せーの。はい。お、梅ちゃん来ましたね。かわいい。梅ちゃんの、中ですかね。はい、ということで、4パック目は、でんちゃん、ひなちま、さーちゃん、あやティ、梅ちゃんでした。はい、ということで、いよいよラストになりました。5パック目いきたいと思います。まだ推しがね、たまちゃんの全身引きしか当たってないんで、どうか推し、ここでもう一人、誰か来てくれればなと思います。1枚目いきます。せーの。はい。マーヤですね。マーヤのよりが来ました。1枚目。はい、ということで1枚目はマーヤということで2枚目いきます。せーの。はい。あら、これ被ったか？これ被りか。初めて被り出たな。確かこれと同じやつ出ましたね。カッキーの全身。でも2枚あってもカッキー可愛いからいい。3枚目。せーの。
はい、3枚目リリアンですね。リリアンの引きが出ましたね。次3枚目、4枚目だ。もうやばいよ、ないよ枚数が。4枚目、せーの、頼む。レノちゃんの前身ですね。レノちゃんの引きが出ましたと。いや、ラストよ、もうラストよ、ちょっと待って、もうラストよ、いきます、ラスト、頼む、せーの、はい、セーラちゃんですね。セーラちゃん、はい、セーラちゃん可愛いですけども、いや可愛いのよ、めちゃくちゃ可愛いのよ、めちゃくちゃ可愛いけどさ、ちょっと待ってよ、アスカちゃんいる？アスカちゃんいるか？いないな、アスカちゃん、アスカちゃん、いや、タマちゃんはもう最高に嬉しいですけどね、さ、タマちゃん出たのは。アスカちゃん、サクちゃん、アヤメン、いるか？いません。はい、ということで、まあ、今回の結果はですね、こんな感じになりました。5パック目はエマーヤ、カッキー、リリアン、レノちゃん、セイラちゃんと、まあ、推しがね、まあ、5パック買って、まあ、1人タマちゃんの引きっていうところで、まあ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 っていう感じの引きだったのかなと思います。はい、ということで今回はこれで終わりたいと思います。ぜひ皆さんのね、買った人いたら、開封した結果とかもね教えてもらえると嬉しいです。あとこの動画少しでもいいなと思ったら、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。あとツイッターとインスタグラムもやってるんで、そちらのフォローもよろしくお願いします。バイバイ。